射出装置メディアを再生する射出される、ヨースヘリウムネオンレーザーの、スペクトラムヘリウムネオンレーザーとは、ヘリウムとネオンの混合気体を媒質としたレーザーの、こと。1960年、ベール研究所のアリ・ジャボーンが、ヘリウムネオン気体レーザーの発信に成功。連続光として発信する当時初めての、レーザーだった。百六十三年、スペクトラフィジクス社が、HE、 NE レーザーの販売開始。2000年代初頭までは、汎用性のある、唯一の可視光レーザーとして広く使用されてきたが、可視域半導体レーザーの普及に伴い使われなくなった。機体レーザーの中でも中性原子レーザーの代表例。レーザーの中では、比較的出力が小さい。主に、632.8ナノメートルの NE 線の赤色光の発信が見られる。 小型安価であること、赤色の可視光であることからレーザー装置の光軸調整に使われる。ヘリウム、ネオリコール1 1の混合機体による4順位レーザー。放電冷気による2段階の光ポンピングポーを使用している。赤、632.8ナノメートル以外にも、緑、黄色、オレンジ、金赤外がある。ありがとうございます。